こんにちは。こんにちは。じゃあお名前とお国を教えてください。私はガブリエラ・ノルベイです。スウェーデンから来ました。はい。いつ日本へ来ましたか？去年の10月日本へ来ました。どうして日本語を勉強しますか？日本語と日本をとても大好きですから、子供の時から日本へ行きたいです。夢だったんですね。はい、そうです。じゃあ ISI 中京に入って良かったことがありますか？授業はとても面白いと思いますと、先生の、説明は、分かりやすいですと思います。ああ、そうですか、良かったです。じゃあ、授業がない時は何をしていますか？毎日喫茶店で働いています。あ、アルバイト。はい。お客さんは日本人が多いですか？はい、ほとんどは日本人です。どんな仕事をしてますか？御朱印をかけますと、飲み物や食べ物を作ります。どんな食べ物を作ってるんですか？サンドイッチとピッツァと、いろんな食べ物。大変ですか？ちょっと大変です。でも、とても楽しいです。あ、そうですか。じゃあ、最後に将来の夢は何ですか？今は分かりません。でも、来年の、秋、スウェーデンの大学へ入ります。日本語の勉強続けますか？多分、勉強したいです。はい、今は分かりません。そうですか。ぜひ続けてください。はい。じゃあこれからも日本語頑張ってください。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。お名前をお願いします。ニコラです。どちらから来ましたか？イタリアから来ました。いつ？今年の4月に来ました。どうして日本語を勉強しようと思いましたか？日本の文化が好きです。特に文学、文学が好きです。そうですか。じゃあ ISI 中京に入って良かったことは何でしょうか？先生は良くて親切な人です。本当ですか？ありがとうございます。本当です。良かったです。はい。じゃあ、暇な時どんなことしてますか？名古屋と大阪へ遊びに行ったり、してます。大阪行ったんですか？大阪どうでしたか？楽しかったです。何したんですか？たこ焼きは食べたい。はい。食べたかった。美味しかった。もちろん。もちろん、はい、よかったです。じゃあ、将来の夢は何ですか？日本で働きたいです。そうですか。イタリアへ。イタリアへ、帰りたくない。そうですか。日本語が好きです。そうですか。じゃあこれからも日本語頑張ってください。ありがとう。はい、ありがとうございました。お名前と出身地を教えてください。名前はジェニー・デン・ジェンセンです。フィンランドから来ました。いつ日本に来ましたか？去年の7月に来ました。どうして日本語を学ぼうと思ったんですか？日本語を勉強したいと思ったから、日本の文化は本当に面白かったと思います。ISI に入学して良かったことは何ですか？一番良かったことは本当にいい友達できたから、でもその友達は来週帰ります。本当に悲しいです。授業のない時は何をしてますか？今働いてる時間は多い。今日の朝も働いてた。将来の夢を教えてください。将来に多分、
日本のとかアジアの経済勉強したいです。お名前と出身地を教えてください。パタキパシパティと申します。ネパールから来ました。いつ日本に来ましたか？去年の7月に来ました。なぜ日本語を学ぼうと思ったんですか？日本の大学に入るつもりですか？ISI に入って良かったことは何ですか？ISI の先生とかここに勉強している学生も面白いし、それでここの空気も良かったですから、授業中も良かったですから。じゃあ授業がないときは何をしていますか？授業がないとき、友達と漢字の練習とか、時々図書館で本を見るとか読むとか、それをやっています。遊びに行ったりもしますか？授業中の後は買い物とかちょっと行きます。はい。将来の夢を教えてください。将来には日本の大学で大学を卒業して自分の国に帰って仕事したいです。ありがとうございました。